長かった夏休みも終わって、今日から学校ね。マリサ、休み気分は抜けた？うん、まだちょっと抜けてないかも。でも久しぶりにお友達と会えるし、結構楽しみ。楽しみならよかったわ。学校行きたくないとか言い出したらどうしようかと。じゃあママ、そろそろ時間だから、もう行ってくるね。はいはい、気をつけてねー。みんなおはよう。またお前は宿題忘れたのか。ごめんなさい。何この史上最悪な空間は。なんか過去にもこんなのあったぞ。こんな2学期は嫌だ。夏休み中にクラスメート全員おかまか。夏休み何があったんだよ。ふ、あっという間に9月1日。8月の後半ぐらいから明日やろう、明日やろう、明日やろうの繰り返しで、そのまま今日になってしまった。宿題結局終わってないぜ。まあ霊夢とも宿題やらない協定結んだし、他の奴らもやってない奴多いはず。主、一句ひらめきました。宿題も、みんなでやらなきゃ、怖くない。おしゃ？先生なんか恐れるもんか。じゃあ正直に、宿題やってこなかった人、挙手。はーい、さあみんなも恥ずかしがることないぞ。むしろ、やってないのにやってると嘘をつく方が、よっぽど恥ずかしいぜ。はい、主君には後でお話があるとして、他にやってない人は？ほらみんな、どうした？だって、終わってるもん。私も、ミープー、4度なりに同じく。お、主以外は全員やってきてるのかな？そんなはずは。じゃあ逆に、宿題終わってる人？霊夢は？隣のクラス。しまったー。皆さんは、本当によく頑張りました。主、君は放課後職員室来るように。こんな2学期は嫌だ。クラスで宿題やってないの、自分だけ。今年宿題終わらなかったみんな、来年は計画的に。はいじゃあ皆さん、夏休み明け最初の授業ですが、張り切っていきましょう。いきなりですが、本日はテストからです。マジか。1学期の復習と、あとはちょっとまだやってない範囲も含まれるので、できる範囲で構いません。では制限時間40分、終わった人から提出して自習にしていいです。それでは始め。先生終わりました。おお、早いわね。じゃあ自習にしてください。先生、私も終わりました。はい、じゃあ自習で。わかりました。先生終わりました。あら、霊夢ちゃんまで、軽く丸付けしたけど、エイキちゃんもマリサちゃんも満点、習ってないとこまで完璧だったわ。はい。やったぜ。ふ、夏の猛勉強の成果かな。こんな2学期は嫌だ。クラスメートの学力が、半端なく上がってる。一人だけアホなんて嫌だー。お、高橋久しぶり、元気だった？その声は、主くん。うん、ちょっと日焼けしちゃって。日焼けのレベルじゃないでしょ。高橋、宿題見せて、私まだ終わってなくて。その声は霊夢さん。ニトリもいるぞ。ニトリちゃんどれだー。こんな2学期は嫌だ。お友達が、ある漫画の犯人みたいになってる。このクラス、事件起きまくるでしょ。ということで皆様、こんな2学期は嫌だ茶番をお送りしましたが、学生の方は、久々の学校どうでしたか？またちょっと忙しい毎日になっていくかと思いますが、体調に気をつけて、元気に過ごしていきましょう。では、本日はこの辺で、ご視聴、誠にありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。